貝本信弘は、千葉県立山市出身のカヌー選手、ラフティング選手、元フリースタイルカヤック日本代表、2017年世界ラフティング選手権、マスターズ男子チーム総合優勝、ヤルカカヌーインストラクター及び、社団法人ラフティング協会の認定マスターガイドで、リバーレスキューベーシック実技講師を務める。カヤックでの国内初効下の川もあり、 海外大会への日本人として初参戦もある。株式会社リバーランプラス所属のパドラー。趣味は登山とスノーボードと釣り。スノーボードは JSBA の一級合格。20歳でカヤックインストラクターになり、カヌー競技に参加。以降、スラローム競技、フリースタイル競技に出場。94年 NHK ハイスラローム大会に出場。 95年フリースタイル世界大会出場。97年のフリースタイル世界選手権で9位となる。2000年グレード後の激流で行われるラフティング、競技世界大会キャメルホワイトウォーターチャレンジに、カヤック種目で参戦し9位となる。2012年社団法人ラフティング協会主催のマスターガイドセレクションで、上位6人に選ばれマスターガイドになる。 2013年レースラフティングチームラピットマスターズに参加し同年に行われたレースラフティング世界選手権第1回マスターズカテゴリーで3位になる2014年同チームでレースラフティング世界選手権インドネシア大会に参戦し惨敗2015年マスターズカテゴリーでの優勝を狙った R4 マスターズを結成同年11月に行われた 世界選手権 UAE 大会に参戦、スプリント3位、H2H3 位となる。2017年マスターズカテゴリーで総合優勝。その記録は同年同じ大会の一般男子よりも、早く、カテゴリー以外を含んでも、最速での優勝となる。雑誌プレイボーティング JP にて、ホワイトウォーターダイアリーを10年連載。ありがとうございます。